8月22日の運動塾通信をお送りします。で、今日はですね、7月31日のエコノミストの記事です。ドゥテルテ大統領は中国が手に負えなくならないようにするかを示してきた。譲歩は何も利益を生まなかったし、地域のアプローチを傷つけてきた。最初は、ね、ドゥテルテが大統領になった時に例のスプラトリーで裁判所が世界なんですか、ヨーロッパの裁判所、世界の裁判所がスプラトリーはサウスチャイナシーは中国の領土ではないと宣言したんですね。で、中国はそれを無視したんですけれども、ドゥテルテは中国に同意してということは、彼は中国から支援を得ようという意図、腹心があったので同意して、そのスプラトリーの権利を放棄したわけですね。ですが、実際問題として蓋を開けてみると、習近平はフィリピンを資金的にも援助するとは言ったんですけど、結局大したことはなかったんで何のことはない。ドゥテルテは譲歩するのをやめようという気になった、そんなような記事ですね。これ多分今日と明日2回あると思います。弱い者いじめをするやつに対しては2つの選択肢がある。その一つはドゥテルテが2016年の選挙で大統領になった時に中国を脅したように対決することだ。彼は南沙諸島における中国との論争に対してジェットスキーに乗って国旗を振りながら論争の海域に行くと言った。就任して彼はもう一つ道を取った。中国を買収し、へつらい、おだてて甘い言葉をかけて、より納得のできる行動を彼らに求めた。こうしたことはジェットスキー同様に愚かで無益なこととなった。今さっき言ったような話ですね。彼は憲法に定めた一期限りの任期が来年終わるが、中国との関係は2016年以来何も改善していない。前任者のベニグノ・アキノは6月に亡くなったが、かつて中国の人による海上の拡張政策を認めることは1930年代のナチスへの譲歩だとなぞられた。対照的にドゥテルテが就任すると北京を訪問し、彼はアメリカとの軍事的経済的な関係を断ち切ると宣言し、フィリピンの中国系の人たちに語った。私はあなた方に頼ることになるだろう。中国は投資と特別待遇の貸付金を数十億ドル約束した。両者は南シナ海における漁場に対して交渉を始めることに合意した。結局そう、簡単に言えばフィリピンが中国に舐められたんですね。オーストラリアもそうですけど、そのことは秋野が達成したことを退けてしまった。それは5年前の画期的な勝利で、国連の裁判所は中国の南シナ海の領土の広範囲の主張は国際法根拠のないものだと判決したことだった。中国はこの判決を無視し、そしてドゥテルテもしばしばその判決をけなした。それは単なる紙切れだと5月に言って、その判決をゴミ箱に入れるだろうというふうにドゥテルテは言ったんですね。しかしながら彼は中国がフィリピンの権利を踏みじらせたままにはしなかった。計画された14の中国融資のインフラのプロジェクトのわずか3つだけが着工した。150億ドル相当の約束された投資のうち、2016年から20年の3年間にわずか32億ドルが承認された。そして中国からの長期低利貸付と贈与は2016年の160万ドルから2019年の5億9000万ドルまで増加したが、アメリカも同様な金額を提供していて、日本の援助は合計85億ドルだった。こ
これは知りませんでした。85億ドルもあったんですね。東南アジアの諸国は例外だが、東南アジアの諸国では例外だが、依然としてフィリピンは中国よりもアメリカ、日本と貿易している。だ結局、まあ、アメリカと日本との金銭的にもですね、貿易の面でもフィリピンは近いんですけど、ドゥテルテは中国に、まあ、甘い言葉をかければ乗ってくると思ったんですね。ところがやっぱりそうじゃなかったので、まあ、彼は態度を変えたわけですね。まあ、これが一つの例ですね。特には中国の場合には自分より下にアメリカと違って下にあると思う国はですね、オーストラリアもそうですけど、ひどいことをしますね。フィリピンも同じですね。あともう一つ、フィリピンっていうのは経済界はインドネシアと一緒で華僑が実力を握ってるんで、このさっきこの中に中国自分の国の中国系華僑の人たちに語ってって言いますけど、華僑は経済圏を握っていて、中国との関係も非常にビジネス上深いんですね。で、私がアクセンチャーにいた頃はですね、二十数年前はアクセンチャーの責任者をフィリピン人を中国に持って行ったって話を聞いたことありますね。で、彼らは華僑なんで中国語は喋れるんですね。そういうふうなこともあります。